いやー、いいな。よいしょ。じゃあトイレとか行って出発しましょうかね。さあ、トイレも済んだことなんで、先へ進んでいこうと思います。地図でね、確認をしたんですけど、もう一回電源入れとこう。どうやらね、これ止めとこう。今ナビ使わへんし。どうやらね、この林道を抜けれるみたいなんですよね。なので、まあ、せっかくなんでね、これ抜けて降りていこうかなと。同じ道戻ってもね、なんかあれなんで。よいしょ。これさっきこれ書いてましたけど、これグレーチング盗難されてんのな。もう気が張ってきた。よいしょ。ナウ持っていく。あ、おんねんな。よいしょ。こっち側からも見れるんだ。すごいな。これはこれでまたあれとんな。いやー、これどっから持ってくんのこれ。
よし、じゃあちょっとスピード上げていきましょうか。いや楽しいなここはなかなかの堆積物祭りやな。うん。でっかい石やったな。いやしかしこう綺麗に全部舗装されてんな。いい感じやな。うん、登山道。ああ今でそこか。ルネッサンスの森。なるほど。これちょっとここで写真撮ろう。うん、いいね。登山道とこれ、こっからは登山道なんかわかるけど、こっちの登山道わからへんの？あ、こう行くってこと？そういうこと？なんかわかんねえな。わかんないね。わかんないね。登山道って書いてあるけど、わかんないね。まあ、いっか。よし、行こう。すごい岩場やな。でもこう鳥のね鳴き声も聞こえて、まあ、自分しかいてない感じ。いやー森林浴、森林浴。こっちでいいよな。
で、これ林道を抜けたところでちょっと現在地確認とことをねやらないことにはまあ分からんとね。よいしょよし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 なぜ波形で今どの辺走ってるか全く分かりませんからねだいたいねこう地図のねこの辺みたいなのはねそう分かるけど分かんねえよ分かるけど分かんねえよよいしょそう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 よいしょだいぶ下ってきた気がするな。ここは崩れたのかな？ガサッとな。ガサッと崩れた感じよね。ああ、あそこまで行ってたんか。だいぶ降りてきた。ここ見たら綺麗けど、なんかあそこの筒から穴から砂防ダムの真ん中から落ちてきてるのを見るとうーんって思うけどな。もうここだけ見たら綺麗よな。よいしょ。さあどんどん降りていこう。よいしょ。でもあれやな、この林道の入り口、渡来ウィンドファームの入り口のあたり多分ね GoPro 電池切れてるんですよ切れてたんよな。いつから切れてたんかが分からへんのよな。よいしょ。よし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 よよいしょ。うい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 。こんな道ばっかり走ってるからタイヤ変やろな。あんまりこうスクーターで走るような道じゃないですよねこれねまあアフォーですよアフォー。おお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 あ、でも楽しいな。いやー水がきれい。そう、もういやーだいぶ広なってきた。そうでもない。もうだいぶ降りてきたよな。どの辺に降りてるかがわからん。よいしょ。こういう石垣とかがね出てくるとこう、あ、人の気配がね
おお、ここで終わりかな。うん、終わり。うん、ここで林道は終わり。よっしゃ、人里の方へ出ました。さあ、これは今どこなんだろう。さてさてさて、ここはどこ。まあそれはそれでね、林道を走ってこうどこに出るんだろうというのはこうね、楽しいじゃないですか。よいしょ、小萩、小萩、小萩っていう場所にいるみたいですね。ちょっと地図を見ましょう。よっ、よいしょ。そう、昔からね、こう僕、昔ね、よくナビがない時とかって、こう、知らん道走る時ね、うちの父親から教えてもらったんですけど、バス停がほぼ地名だから、それでね、大体判断しろ、みたいなことをね、教わったんですよ。こっちながら、こっちか。あっちやな。うん。あっちで行くと、県道22号に出れると。オッケー。よし。まあまあ汚れてる？なんかタイヤの減り方変な気がするな。乗り方悪いんかな？空気減ってる？なことないな。前タイヤでやらかしてからチェックしてるし、ちゃんと。よし。